タケノコカワニナ学名ステナメラニアルーフェセンズは、九空目東型カワニ中に分類される巻ガ貝の一種。南日本の気水域に生息する東計の巻ガ貝である。地方名として、ゼンベミナなどがある。生害は、拡張6 0ト、mm、ル、角リ2 3トルに達する。体操は丸みを帯びるが、貝殻全体は、膨らみがなく円水型に近い。名は、 直線的な貝殻が、まっすぐ伸びる竹の子に似ていることに由来する。ただし大型個体では、拡張が侵食されかけているものが多い。貝殻表面はほぼ平滑で鈍い光沢があり、色は一様な、黒褐色、ノワイ色、高褐色などである。和名通りかはニナに似ているが、より大型になること、細長く、 直線的な形をしていること、拡張がかなり大きく欠けることなどで区別がつく。本州南部、四国、九州に分布する南日本の固有種である。東高輪に中としては、九州以北で見られる唯一の種だが、九州南端では本種を含む三種が知られる。南西諸島、小笠原諸島では本種こそ分布しないが、同じ都賀の種が多数分布している。 河口などの寄水域に生息し、水底の転石や土の上を這う。寄水域の中でも塩分濃度が比較的低く、泥が積もるほど流れが緩やかな区域を好む。順端水域に入ることはまずないので、この点でも川になと区別できる。川口付近に石などの段差がなく、広い寄水域を抱える川ではしばしば多産する。その一方、 小さな川の河口で、せいぜい数メートルの区間だけに点々と見られる例も、ある。川に中の海類は、卵耐性だが、本種を含む東型川に中は卵生である。卵から孵化した妖精はしばらく海中で、プランクトン生活を送り、違いとなって、寄水域に定着する。川を大きく遡るわけではないが、いわゆる投資・海遊を行うため、 人為的な放流に頼らず他の河川に分布を広げることも可能である。川口関設置などの河川改修や環境汚染で生息地が減少している。水系によって個体数の差が大きく、その地域の多産地に開発の手が伸びると地域個体群が一気に危機に陥ることもある。環境省が作成した海類レッドリストでは2007年版から 絶滅危惧ー類として掲載されている。ありがとうございます。